こんにちは、ナビゲーターのリンです。いつもご視聴いただきありがとうございます。さてさて、普段そんなに気にも留めない表札ですが、もし英数字、丸や×などの変な記号が書かれていたら、かなり注意が必要かもしれません。そこで今回は、家の玄関にあったらやばいと言われる暗号をご紹介したいと思います。それでは行きましょう。衝撃、家の玄関にこれがあったらガチでやばい、あったらすぐ消して、記号やシールにとんでもない意味があった。マーキング、団地やマンションなどの表札やポストの隅に小さなマークがマーキングされていることがあります。実は泥棒や悪質な押し売り業者などは下見したり、一度訪れた家をそのような方法でマークすることがあります。マーキングで使われる記号は実にたくさんあります。これらの記号は表札、玄関ドア、ポスト、ガスメーターなどに書かれることが多いそうです。またドアの右下など分かりづらい場所に残すこともあるそうなので、注意が必要ですよ。ではどんなマークがあるかご紹介しますね。まず記号では、丸、話を聞く、三角、あとちょっと、バツ、ダメ、二重丸、契約成立、星、押せば買う。英数字の記号では、 M、 男性、 W、 女性、 F、 家族、 S、 シングル、 SS、 土日休み、 D、 大学生、 R、 留守、20代、9から18R、 9から18時まで留守。次に文字の場合は、あ、アルバイト、け、家の人と喧嘩、学、学生、大、大学生、外、外人、あ、赤ちゃんがいる、い、行ける。さらにシールの場合もあります。金色、金持ち何度も買う、黒色、断られる、良くない、白色、行ける、話を聞く、黄色、もう少し。枚数、枚数で訪問回数を記録。ここまでの記号や数字を例に出してみますね。11から15R とあれば、住人は11時から15時の間留守であるという意味になり、 D4KKK とあれば、住人は大学4年生で3回訪問先で断られたという意味になります。 SW 丸は、住人は一人暮らしの女性で話だけ聞いてくれたという略語になります。これらのマークは、訪問販売業者が相互協力し合い、他の業者にその家の住人の情報を伝達するものとされています。また空き巣犯同士の情報提供にも使われているというから、怖いですよね。チェックと対策をしよう。まずは玄関周りをチェックしましょう。表札やポスト、インターホン、ガスメーター、ドアなどに不自然な書き込みや記号などがないかをチェックしましょう。表札に書かれたりすることが多いと言われていますが、あらゆるところに書き込まれたり、シールを貼られている可能性があります。そこで不審な印を見つけたら、こまめに消しましょう。いたちごっこになりかねませんが、とにかく見つけたら消して、相手に情報を共有させないようにしましょう。もし心配な方は、警察に相談するのもいいですね。マンションやアパートなどの集合住宅の場合は、まとめて狙われている可能性もありますし、管理会社などに相談するのもいいかもしれません。一応、軽犯罪法第1条33というのがあるのですが、これには、みだりに他人の家屋その他の工作物に張り紙をし、もしくは他人の看板、金札その他の表示物を取り除き、またはこれらの工作物、もしくは表示物を怪我したものに該当するものは、これを拘留または過料に処するとあります。消せてもなんか気持ち悪いマーキングですが、そのままにしないようにチェックはこまめにしておきたいものですね。はい、この話題を最後まで見てくれてありがとうございました。思ったんですけど、これ書いたとしてね、そこの家主が引っ越して別の人に変わった時ってどうするんですかね。例えばだって、女性、学生が住んでいたみたいな表示にしてたとして、
住んでる人が変わってめっちゃ屈強な、なんかもう格闘技超やってますみたいなゴリゴリの男性に変わったとしたら、その表示を見て来た、まあ、業者なり、空き巣なり、ビビっちゃいますよね。全然ちゃうじゃんみたいになりますよね。そう考えたらちょっと面白いなって思っちゃったんですけど、でもね、実際本当にあったら超怖いと思うので気をつけてください。全然笑い事じゃないです。私もなんかこれ、前から知ってて、それから割と玄関とかチェックするようになったんですけど、今のところないですね。よかった。そもそも私インターフォンが鳴ること自体がめっちゃ苦手なので、結構な確率でイルスをしている場合があるので、なんか業者とか来てもわかんないんですよね。皆さんはちゃんとインターフォン出てください。さて、あなたはこの話題をどう思いましたか？チェックしてみよう、怖いなぁと思った方はぜひグッド評価お願いします。またあなたの気持ちをコメントしてくれたり、チャンネル登録をしていただけると今後の励みになりますので、ぜひナビゲーターリンの応援よろしくお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。